にちは。市川市の皆さん、児童の皆さん、生徒の皆さん、日本サッカー協会心のプロジェクト夢の教室でお世話になっています元プロサッカー選手敷田隆之です。大変なコロナの状況で苦しんでいる人や悩んでいる人、多くの人がいると思いますが、この状況に負けず諦めずにみんなで乗り越えましょう。またみんなで笑顔で会える日を楽しみにしています。